こんにちは、吉田さん。いや、2時間数ね、まあ、2時間数どこでブレイクするのかわからないですけども、まあやらなければ何も起きない、やれば何かが起きそうみたいなね、まあ挑戦せざるを得ないですよね。まあ、なんせ他に方法がないんで、私はまあやってきました。まあでもね、なんかね、選択に迫られるっていうよりも単純に目の前のものに好奇心が湧いたっていうところが多かったかなと思いますよね。うん、そうですね。あの陸送代金がね、見積もり出たんですよ。私のナイト2000を車検のために埼玉の、まあ、あの工場の方に送るんですけども、まあ、埼玉しかやってないんで、埼玉か大阪なんですけども、埼玉の方に送ることにしたんですけども、なんか17万円で片道、往復35万ぐらいだということですよね。うん、まあなかなか肝の入った金額だなと思います。その上に車検代ですからね。車検もいろいろとインパネ外したりとかなんだりして、まあ、ほとんどパーツを解体してですね、でレアな車の状態にしていろいろ整備して、で車検出して、でまた組み上げるみたいな感じでございます。えらい手間がかかるんですよ。ということは通常の車検代より高くなることは予想できますし、まあ、部品一つ一つがね、中古があったりとかディーラーから取り寄せるってことができないんで、まあ結構ね、根性いりますね、今回の車検。まあ一発100万ぐらいは覚悟しないといけないなと思っていたんですけども、他のナイトオーナーに聞くと、まあ、そんなにかからないよっていう意見が多かったです。ただ私の場合83年式のキャブレターですからね、他の方ほとんど、うん、キャブレターじゃないんで、どうかなってところですよね。まあこれも一つ経験ですね。おかげさまで、でも初めて車検を迎えることができて、まあ、よかったなっていうところはあります。うん、あ、ちなみにね、なんかね、その任侠カフェっていうのがどっか出たらしいですね。なんかね、お役座さんの組事務所みたいになっていて、そこでお茶を飲むかなんかじゃないかなと思うんですけども、これはね、元構成員さんとかがもしかしたら勤務されてるのかもしれませんし、そういう方を除いてやってるのかもしれませんけども、なかなか興味深いですね、こういうのはね。うん、構成会っていうらしいですよ。なんか心を入れ替える構成に会ってやって、構成会と。なかなかユニークですよね。だからこれ本職の方がこういうのやったらもっと面白いかもしれないですね。うん、で、あのサバイバルゲームってあるじゃないですか、あのおもちゃのピストルとかで、サバイバル、サバゲーってやつね、あれをなんかサバ戦争みたいなのができちゃったりするのかなと思いますよね。バンバンバンって打ち合ったりとかね。うん、あとなんかこう、なんかそのモラル的に社会からのバッシング受けそうですけども、いろいろと。でもまあ、なんかこれも一つの日本にあったね、あれかもしれないですね。うん、広島ヤクザ戦争みたいなのがあったりとかしてね、仁義なき戦いみたいな、そんな映画もヒットしましたし、うん、やっぱりこういうおヤクザさん文化といいますか、うん、なんかあったんでしょうね。私最近ね、その任侠ヘルパーっていうのを見たんですけども、結構好きだったんですね、面白かって。あれ続くのかなと思ったんですけども、日本全国各地の介護して回る任侠みたいになっていくのかなと思ったら、そうでもなかったかなと、終わっちゃったなっていうところありますね。うん、まあぼんやりこうやって暮らしてますよ。でも目が覚めるのはやっぱり車検の時ですね。と同時に昨日レクサスのショールーム行ってカタログもらってきてね、いろいろと説明を受けてきました。どうもね、エグゼクティブって一番いいやつで1700万とからしいですね。あ、すごいですね。でもね、あのショールームはいっぱいでした。もう駐車場もいっぱいだから、今ねレクサスの新車が飛ぶように売れているそうです。で、中古もだいぶ溜まってきて、中古の価格はだいぶ下がってるみたいなね、こともありましたね。いや、世の中どう価値提供が行われるか本当わかんないもんですね。いってらっしゃい。